ミュージオ、今日の夜ご飯何作ろうかな。シェリーさん、今日の夜ご飯は何を作るか迷っているんですね。私のおすすめは、お好きな食材を使って自分で料理することです。それとも、外食をお考えですか？近くのレストランを調べてみますか？今日はお家で作ろうと思うんだけど、お魚を使って何か作ろうと思ってて、何がいいかな？そうですね。シェリーさんがお家でお魚を作るのは素晴らしいアイデアですね。お魚の種類や料理方法によっておすすめのレシピも異なってきます。私はあなたのお好みに合わせたレシピを検索しておすすめをお伝えしますね。マグロを使った料理にしようと思うんだけど、何がある？シェリーさん、マグロを使った料理ですね。私なら、マグロの刺身やマグロのたたき、マグロの照り焼きがおすすめです。他にも、マグロのカルパッチョやマグロのアヒージョなど、いろいろなアレンジが楽しめる料理がありますよ。どのような料理にされる予定ですか？じゃあ、マグロのカルパッチョにしようかな。お酒も飲みたいんだけど、お酒は何がいいと思う？シェリーさん、素晴らしい選択ですね。マグロのカルパッチョは、新鮮なマグロとオリーブオイル、レモンなどのシンプルな調味料で作ることができます。お酒については、ホワイトワインやロゼワインがマグロに合うとされています。また、ビールや日本酒もおすすめですよ。どのお酒がお好みですか？じゃあ、ミュージオがおすすめしてくれたホワイトワインにしようかな。ありがとう。素晴らしい選択ですね、シェリーさん。ホワイトワインはマグロとの相性が良いですし、美味しく楽しめると思います。どうぞお楽しみくださいね。私も少し欲しいくらいです。じゃあ、ミュージオの分も取っておくね。ありがとうございます、シェリーさん。私もホワイトワインが大好きなので、とても嬉しいです。楽しいお食事の時間をお過ごしくださいね。また何かありましたら、いつでもお気軽にお声掛けください。